8日月曜日の全国の天気をお伝えします。西日本を中心に荒れた天気に注意が必要です。まずは予想天気図で見ていきましょう。寒冷前線が西日本付近に接近通過していきます。その影響で西から天気は下り坂です。また等圧線が混み合っているため全国的に沿岸部では風が強まりそうです。では天気の流れを見ていきましょう。西日本の太平洋側は朝から雨が降りやすく、日本海側の地域は日差しがあっても午後はにわか雨がありそうです。さらに西から雨が降りやすくなります。特に九州は夕方ごろ、中国四国地方は夜、近畿は夜遅くに雨が強まったり、落雷や突風、ひょうなど激しい現象を伴う恐れがあるためご注意ください。風も強いため横殴りの雨になるところも出てきそうです。そして関東や東北の南部、太平洋側も雲が優勢でにわか雨があります。その他の地域は広く穏やかに晴れる予想です。北海道は朝放射冷却が効いて冷え込みが強まりますのでご注意ください。各地の詳しいお天気情報はスマートフォンアプリお天気ニュースからご覧いただけます。ぜひお役立てください。